三能祭とは、東京都千代田区にある、日枝神社の祭礼のこと。正式名称は、日枝神社大祭。神田祭と共に、天下祭の一つとされ、これに、深川祭りを加え、江戸三大祭りの一つともされている。現在、各年の6月中旬を中心に本祭が行われるが、明治以前は、旧暦の6月15日に行われていた。 比枝神社はすでに南北朝時代から存在したとも言われているが、大田道館によって江戸城内に移築され、さらに江戸幕府成立後に再び城外に移されたと言われている。とはいえ、同社が江戸城及び徳川将軍家のうぶすながみと考えられるようになり、その祭礼にも保護が加えられるようになった。現元年には祭りの出しや御腰が江戸城内に入ることが許され、 将軍の上乱を許されるようになった。また祭礼は本来毎年行われていたが、天南元年以後には、神田明神の神田祭と交互に、子、虎、立、馬、猿、犬年の格年で行われることになった。これは各、宇治子町がすべて自前で祭礼の諸費用を賄わなければならず、また当時日枝神社の宇治子町の中には、 神田明神の氏子お金神田祭りにも参加していた町があり、年に二度の出費となったので、各町への費用軽減の意味があったと言われる。江戸の町の守護神であった神田明神に対して、日枝神社は江戸城そのものの守護を司ったために、幕府の保護が手厚く、祭礼の際には将軍の名代が派遣されたり、祭祀に必要な調度品の費用や人員が幕府から出される一方で、 行列の集合から、経路、解散までの順序が厳しく定められていた。それでも最盛期の文化、文盛期には御子三期、出し六十代という大行列となった。また後には、祇園会と混同され、江戸を代表する夏祭りとしても扱われるようになった。そんな三能祭も、天保の改革の権約令の対象となって、以後推備し、 文久2年の祭りを最後に将軍が上方に滞在し続けたまま、江戸幕府は滅亡を迎えたために天下祭としての意義を失った。また、明治22年を最後に、出しが山王祭に引き出されることはなくなった。東京市電の河川敷設により背の高い出しの運行ができなくなったからと言われるが、引き回すのに多額の費用を要する出しが各町において、 次第に経済的な負担になったことによるとも言う。さらに、東京大空襲によって神社が消失し、昭和27年まで中断されるなど、苦難の道を歩むことになりながらも、今日まで継続されている。日枝神社拝殿大祭は、神田祭と交互で、毎年西暦偶数年に行われる。内容は、神田祭と類似する。毎年行われる。大祭の年は、 期間中の日曜日に行われる。地後行列が神職や巫女に付き添われ神社の周囲を練り歩く。月百、菅田新寺残月江戸時代の三郎祭の様子を描いたもの。明治十九年、月岡義俊筆。画面奥に見える土手は、江戸城で、出汁練り物とそれに続く巫女三期の行列が城内に繰り込むところ。画面手前左に描かれる出汁は十番。 カモノ人形の出汁で、右奥にあるのが一番、イサオ鈴見鳥の吹き缶の出汁である。画面からは見えないが、当時の出汁はいずれも牛が引いた。なおカモノ人形の出汁は、関東大震災で消失したが、昭和30年に復元制作され、現在は、神田祭りにおいて、神田明神境内に飾られている。三郎祭の宵宮は6月14日の馬の、時から始まった。 車前で、別当車窓の度胸が行われ、続いて、神主の乗りと僧侶とカグの演奏が行われた。その後に、街中で出しと練り物が練り歩いた。沿道は、軒き上鎮や、金屏風で飾り立てられ、桟敷や猛線をしつらえて、見物客を招き、夜通しの終演を催し行列の始まる夜明けを待った。江戸城、外郭6月15日未明から、 三郎祭の出し行列が出発した。町内より山下五門を入り、日比谷五門のお堀端沿いに進んで、桜田門の前で左に折れ、南番付坂を上って、三王社の前で右に折れて、お堀端通りに出る。半蔵門から城内に入り上覧を行った後、竹橋門を出て、大手前の屋敷に沿って時輪橋五門を出る。ここで、練り物は解散して、 三越岳の行列となり、本町から実験棚、本国町、鉄砲町、大田間町、田所町、堀止め、小網町と進み、香山町から御旅所へと至る。御旅所で奉兵し、新鮮を報じた後に、青物町、尾張町、山下町と進み、山下五門から元の道筋を通って本社に観光した。以下は、 江戸時代新交祭の行列に加わった出汁の一覧で、当時の行列は、大阪期を先頭にして、次に、各町の出汁、練り物、その次に、三越三期を中心とする行列が続くという、ものであった。この出汁行列の内容は、文久二年の時のものである。出汁の次にある町名はその出汁を出した、当時の宇治こ町で、括弧内はその町域に相当する現在地名。 なおこれら出しの他に、夫妻と称するものが出た。各町が出す出しは、上で見られるように、ある程度内容が決まっていたが、夫妻はそれ以外の出し物のことを言い、踊り屋台という長唄や時は潰節などの音楽を伴った移動式舞台とも言えるものや、趣向を凝らした引物、造花や毛線で飾った籠に化粧した童子を乗せた花籠、また仮想行列のようなものもあり、 中でも麹町他からの当人衣装の行列を伴った白い像の作り物はたびたび出され評判を取ったという。これら付け祭りは宇治小町の中で当番を決めて行われた。服部幸を江戸歌舞伎の美意識平凡者1996年 ISBN45 億8226万233ありがとうございます。